NHK 連続テレビ小説、ブギウギの第3集となる、桃色葬儀屋が放送された。梅丸少女歌劇団、USK で、歌に踊りに切磋琢磨する鈴も、赴き里たちに、賃金削減や解雇が通告される。この時、ストライキを決行することで梅丸を守ろうとする山と、青優を全力で止めに入るのが立花、翼和樹の存在だ。まだ3週目でありながら早くも大問題勃発のブギウギ。そこで目を見張るのが立花葵を演じる和樹の力強い演技だ。週の最後にはヤマトがまた舞台で踊れるようにと単身で社長の元に乗り込む立花だが、その思いは叶わず、両手を大きく広げて行く手を阻み、絶対に行ったらあかん、絶対に行かせへん、うちはあんたのことと気持ちをぶつける立花を、ありがとう、あなたのおかげで私は頑張ってこられたとヤマトは優しく抱きしめるのだった。そしてヤマトは去り、立花は大きく泣き崩れる。この一連のシーンには、立花の抱えるヤマトへの感情のすべてと、歌劇へのまっすぐな思いが詰まっていた。まさに、第3集では翼の芝居の熱さがこれまで以上に光る。翼は、2013年に OSK 日本歌劇団に入団し、現役で男役を演じるスターだ。そしてこの OSK の前身である松竹楽劇部こそが、ブギウギの舞台、梅丸少女歌劇団のモデルなのである。翼の出演は、ブギウギの歌劇の世界をよりリアルに、そして圧倒的に華やかなものにした。舞台上で歌や踊りを披露するシーンも多い。ブギウギだからこそ、舞台ならではの身体表現に長けた翼の演技は、まさに本物の魅力となる。翼の出演が決まったのは、ブギウギのオーディションがきっかけ。ただし、この時受けたのは立花役ではなく、ヒロインの鈴子役であったとのこと。OSK の中でも後輩を引っ張る立場であり、自身の歌や踊りからステージが大好きなことも伝わってくる翼の姿が立花と重なり、抜擢の決め手となった。こうして翼は、OSK の看板を背負って、ブギウギに挑むこととなる。そんな翼は、実際の OSK 日本歌劇団での活動経験を活かし、自身のブログで、パンパン子やボテ箱など、ブギウギに登場する業界用語について詳しく解説してくれている。歌劇団の世界にて現役で活躍する翼が語る裏話は、ブギウギ、視聴者にとっても興味深い内容となるだろう。加えて、プライベートでのお茶目な人柄にも言及したい。ちょうどヤマトと立花の感動のシーンが放送された10月20日の朝一、NHK 総合にヤマト役の青井優が出演し、翼の動画コメントが寄せられた。そこには、立花葵とはまた違った表情の、朗らかな姿が映し出される。翼によれば、葵とのシーンでは二人でふざけることもあるそうで、翼は、途中から私がふざけ出したことも、葵は、すべて笑ってくれる優しい女神様と嬉しそうな笑みを浮かべた。男役と娘役を演じる二人は、ドラマの外でも絆を深めているようだ。第3集での翼のこうした姿に、SNS では、翼和樹さん演ずる立花葵さんが本当にかっこよくて泣いちゃうかと思った。立花葵先輩役の翼和樹さんがすごい。さすが現役の OSK の方だな、などの声が。やはり翼の存在に心を揺さぶられた視聴者も多いようだ。次週は鈴子らが本格的なストライキに入る模様。果たしてこれに立花はどう出るのか。見逃せない展開が続く。